はいはいはい、いいね。アクション、ちょっとしたアクション要素、アクション要素、んアクション要素。はい、スイッチオン。落ちろ、手前、いてー、何これ、何、今何が起きてる。あ、なんか、待って、ハンドガンの弾ゲット。ちょっとストップ、一回ストップ。よし、マップ見ようっと。クレーンのスイッチあって、先行手榴弾も落ちてるっぽいが、他にできることないんで、ここで走り回るしかない。走る走る、そして先行手榴弾、あ、ナイフ、先行手榴弾。いってえな、バカ野郎、てめえ、これバカ野郎、これだろ、お前ダンカン、バカ野郎、お前そういうことはやっちゃいけないってお母さんに習わなかったのか、お前。まあただこれ多分耐えるしかないから、ちょっとね、弾薬の残り数的にもよいしょ足りないので、耐えるか。これクレーンで、あ、もう一個スイッチあるじゃん。もう一個スイッチオン。はい、かわす。一定利き手の方にはかわしちゃいけないよね、そりゃね。こいつかわすなら左側だな。右か、あ、待って、なんかん、いてー、そらそうか、クレーン、あー、か、くす、ごめん、そうだよね。もうわかった、もうわかった、クレーン押して、で、ちょっと待ってね、アイテムいっぱい回収させていただきますね。アイテム回収、アイテム回収、はいはいはい、かわす。で、これクレーンをもう一回こっちにおびき寄せてる間に、いってえな、本当にお前は。私が今解説してる途中でしょうが、子供がラーメン食べてる途中でしょうか、本当に。まだか、もうちょいかかるのかな。はいはい、こいつ利き手が右手なんで、かわすのは右回りですね。はい、これ解説実況です、今。かわすならこっち。いってー、ごめん、逆手攻撃もあるんで、あの、かわすときは気合でかわしましょう。逆手攻撃は効いてない。で、クレーン押して、押したらこれ戻ってきちゃうから、痛いね、君、本当に、君本当にね、なってない。で、で、クレーンが元の位置戻ってくるんだよね、これ。よいしょー、なので戻る。これ俺はかわせたかな。オッケーオッケーオッケー、大ダメージじゃない。え、てかこいつこんな顔してたっけ。これを繰り返せばいいんだ。これ繰り返すのちょっと骨が折れっていなんですけど、いてえ。これまずちょっとかわすのが難しいわ、普通に。ただかわすなら、そうだね、この攻撃はやっぱりこっち側にかわすのが一番いい。まだ押せないか。これさ、捕まった方がいいんじゃないかな、実際。あー、そのね、3連攻撃はずるい。だってどのタイミングか分かんないっすもん、その3連攻撃で。もう一回クレーン押して、はい、で、この危険区域にはいない方がいいっていうの分かってんだけど、で、こっちかな、こっちに逃げとけばいいんじゃない。違うよ、違う違う、これだと俺になるんだよね。おい、ここむずいって、ここむずいよ。これさ、こんだけコンバットナイフと先行手榴弾が手に入るってことは、多分あれだよね、捕まってもいいよって言ってくれてるんだよ、作者が。絶対にそういうことなんで。よいしょ、痛いね。やっぱこいつの攻撃かわすのはさすがにちょっとね、無理がある。俺の考え的には無理があるんで、ここ一周ぐるっと回って、よいしょ、追ってこないで、追ってこないで、お前はあのクレーンの方行って、クレーンの方行って。痛い、あ、で、当たらないと、敵にも当たらないっていう最悪な状況。これ一回捕まったらどうなるのか試してみようかな。自分からこいつの元にこう行って、それはダメ、それはダメ、その攻撃はね、良くないね、本当に。本当にしつけがなってないね、君、本当。これ一回捕まってみる。いや、でもさ、コンバットナイフとか先行手榴弾渡してくれる割にはこいつ掴み攻撃してこないんだよね。斬撃しかしてこないから。行って、クレーン移動遅いって、クレーンの移動遅い。デンジャーだから回復しようか。回復してと。これ先行手榴弾をもう投げるのが基地なんじゃない。自分のタイミングで装備してと。それがいい気してきちゃうな。あ、ひるんでる、ひるんでる、いいね。やっぱ腕打つのは有効なのか。で、スイッチオン。スイッチ押してる途中、あ、ラッキー、
これは先行手榴弾使う。でパリン。でもちょっと待って、これ大丈夫かな、当たる、当たった、オッケー。これちょっとミスったら死ぬけどね私も。でスイッチもう一度オンにしてと、オッケー。これ初見じゃむずいなマジで。おい、どこにかわせと、早く動けコンテナ、オッケー。で銃でちょっと撃とう。はいはいはい、はい、いらっしゃ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 い。毎度、ちょっと一回こっちをおびき寄せよう。あ、おい、背中にも目あるじゃん。お前、弱点だらけじゃん。危ない危ない危ない。でもこいつ、あれなんだよね。よく見たら、痛いね、背中は。メグと化け物のロイに似てるんだよね、ちょっと。それがやだわ。なんか、お前ごときが、ロイに似てるの。やっべ、これ、クレーンで俺ごと言ったんじゃない？これ俺ごと言ったよね。つまりゲームオーバーだよね。難しいなここ。ぐわー、あー、 2 hours later。 じっとしてろ。ここだここだここだ、こういうタイミングか。なるほど、今結構数分間やってようやく気づいたよ。なるほどなるほど。でドカンと、これ動きながらの戦闘中でこいつを落とすのは、まあ、限りなく不可能に近いんで、まあ、理由はあれだね、レオンも落ちちゃうからなんだけど、でこれレオンも落ちちゃうからどうするかっていうと、コンテナを向こうにやってる間にこいつの弱点である目を打ちまくると。はい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 、まあもう捕まっても何でもいいからこいつの目を打ちまくる。うん、いいね。まあまあダメージはいいでしょう、もう回復結構あるしね。多少のダメージはしゃあない。こいつの弱点である目を打ちまくってひざまずかせることが大事。まだだね。ただ問題は俺ね、銃がそんなにないのが問題、マックス問題これ。ちなみに今世紀最大の悩みの可能性まである。俺の予想は3回なんだよね。3回こいつをひざまずかせて、まあ大体どのゲームもそうだけどコンテナに3回ぶつければ勝てんじゃねえかなと思っている。はい、それで銃が、まあ、あとショットガンしかなくなったと。はい、これで OK なんじゃない？で、これで待ってろよと、いい声で泣きわめけ。さあ2回ぶつけんのは初めてだね、コンテナを。どうですか、気持ちいいですか、このコンテナ攻撃。ドカーン、コンテナ止めんのお前、それはずるじゃない。あ、ただ文明の利器にはかなわないようだね君も。はい、お疲れ様です。今度こそ倒したでしょ、2回でよかったんだ。よかった、弾丸が足りる間で。ふう、これでお別れだといいが。本当だよ、もう2回も戦ったんだよあんなやつと。え、何これ、都合よく足場になってんの、ウケる、超ウケるんですけど。よし、そしたら行くか。俺さ、マグナムの弾めちゃくちゃ手に入れてる割にマグナム持ってないんだよね。これなんでだろう、マグナム弾だけ手に入ってマグナム持ってないのはなんか変な気がする。あ、で、そっか、エイダ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 大丈夫かの前に、ごめんちょっと待って、アイテム整理してくるわ。よし、アイテム整理完了。いや強かったあいつ、あの銃で撃ってひざまずかせるのに気づくまでに15分ぐらい苦戦したね、普通に大変だった。アイテム整理したとはいえ、今弾丸が火炎放射含め0発と。うん、最高だぜ。この状態でエイダ、お前を助けに来たぜ。早く開け、早くって言ってる間に、エイダ、割にはお前どこにいる、だいぶまったりして、こっちよ、アイテム整理してたけどね。エイダ大丈夫、足心配したぞ、心配したぞ。自分じゃ抜けない、俺だって無理だ。いや、これ抜かない方がいいっしょ。やって、これじゃ歩けないわ。抜いた方がいいのかな。分かった、まあ刺さったままだと歩けねえか。
もらえろよ。ドーン。じっとして。お、すげえ大きい役持ってる。いいから楽にして。お前そんなの持ってたっけ、アイテムポーチで。わかんないよ。持ってるならもうちょっと耐えられただろう、攻撃も。あなたは逃げて、逃げられるうちに。逃げんの？アネットどうすんのよ。君を置いていけない、こんな状態で。思ってた以上に状況が厳しいのよ。まああれか、特殊部隊もやられてたしな。今度は俺が君を守る。今度は俺が？そこまで張り合うわけ？一回守ったけどね、弾丸から。まあでもタイラントから助けてもらったりもしてるから。捕まって。ちゃんと恩を恩で返すんだね。助けようとしただけだ。いや、そのまんま歩くなら担がれろよ。妙なプライド。ネストへ行きましょう。ネスト？ネスト。アンブレラの研究所、この下にある。この下？アレットが言ってた。ウイルスのサンプルがあるって。一回装備整えません？他に予定もないしね。いや、予定しかないけどね。行くわよ。武器屋に行きたい。了解。了解。おお、でもいいね、相棒感出てきたね、この二人で。さあ研究所に向かおうか。お前そんな足で大丈夫か本当に。ネストはケーブルカーで行けるわ。ああ、ケーブルカーあったね。あれば動かせる。そうだわ。どこでそれを借りたの？とにかくあと少しよ。まあゾンビが持ってました、このリストタグ。レオンさん、俺は知ってますよ。あ、いいね、この身長差いいね。二人ともボロボロだで。ボロボロではありますが、行きますか、ケーブルカーの元へ。レディーファーストなんで、レディーが前行ってもらっていいですか。俺怖いからさ、ゾンビとか出てきたら。そう、痛いよね、そら。結構よ。てか、お前ヒール脱げって。子供じゃなくても痛いもんは痛いだろ。担がれろって、素直に。素直じゃないな、まったく。肩の具合は？見た目より痛い。二人揃って棺桶に片足入れてる。なんだ、棺桶に片足入れてるって。片足入れても意味ないぞ。体全身入れないと意味ないからな。あれ、ケーブルカーってこっちだったっけ。道間違えてないよね。俺のマッピング能力が低すぎるだけか。うえー、あれで目的地に行けるはず。俺元気だぜ、意外と。肩は痛いし脇腹も痛いけど、あ、ムービー始まった。遊んでる間に。このケーブルカーでさらに地下へ行けるってこと？でもさ、俺さっきゲテモノと戦ったんだけど、あのゲテモノも地下に落ちてったわけね。俺もうあんなやつと戦いたくねえからさ。この先は片道切符よ。あら。覚悟はいい、レオ。何回聞くの、その覚悟。地獄への片道切符？上等じゃねえか。帰りは徒歩で帰ってきてやる。よし、行くぜ。出発進行。発車します、発車します。お近くの釣り革にお捕まりください。ネスト直行、いいですね。別マップなのかな、これ。もしかしたら。俺は許せない。アンブレラに乗り込んで一刻も早く処罰すべきだ。まあ、あの家族とかもあったし ね、でもあなたは正式に任命されてない。これは FBI の仕事。 G ウイルスが手に入ったら私がやるわ。ねえ、私を信じる？そっちは？もちろん。出なきゃあなたは死んでる。そうか。あなたの助けがいるの、今こそね。 G ウイルスお願い、こんな悲劇は二度と繰り返したくないの。もう二度目なんですけどね。無印もありますから。もちろん俺も手を貸す。私を見て。まともに動けない。あなたが最後の希望なの、お願い。でもレオンも左手上がんないよ、もう。君を置いていけない。もし襲われたらどうする？わあ、そういう展開？全然予想してなかったよ。まだ会って半日ぐらいよ。私なら大丈夫。見届けたいの、事件の結末を。それからあなたのこともね。
まもなくネストに到着します。ちょっと公共の施設でそういうのやめてください。まったくけしからんやつらだ。お願い、時間がないの。あ、こっから動かないの。もうわかった。レオン一人で行くのか。レオン、頼んだわよ。言われなくてもやったるわーい。こっから動かねえんだ。まあ俺がじゃあアネットをぶっ飛ばしてきてやるよ。仕方ねえな。シャワーを浴びたい。そりゃそうでございます。シャワー浴びたいでござんす。そしたら下に下がっていくのか。さらに地下深くへと進んでいくわけだね、私たちは。うわー、下水道鍵とか使ってもうちょっと漁れる場所いっぱいあったんだろうな。漁る場所漁らないとやっぱり弾が足りないね。まっすぐ進んでるだけじゃダメだね。やっぱり寄り道してなんぼだよな、こういうのは。こういうところとかね、あえて真ん中から行かないっていう風情のなさ。隔壁が完全に解放されるまで、しばらくお待ちください。はい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 。リストタグってそんな優秀なの？なんでこんな優秀なリストタグをさ、焼却炉にいたゾンビが持ってたわけ？おぉ！アンブレラコーポレーション！ついたね、アンブレラ社に。この先は職員専用エリアです。おい、ゲストじゃ入れねえってか？くすぅ！ここ入れる。さあ、ただ職員しか入れない場所に G ウイルスがあると思うから、その G ウイルスを盗んで、俺がこの世を支配するんだ。へへへ。あ、なんだ？あ、研究所ノースエリアの地図。でけえ研究所の地図。狭い研究所。1階2階とかもないんだ。なんだ。というより俺下水道戻りてえな。まだ漁れるところが多分たくさんあったから、下水道って。漁り終わってるよね。受付。あ、いらっしゃいませーの、ごっこできるってこと？なんだこれ、仮眠室利用履歴。トビー・ジャクソン、サラ・タカハシ、ウォルト・ペイジ、アンソニー・ホワイト、シリル・アーチャー、デズモンド・ロック、ウェイン・リー。ん？ウェイン・リー退出してなくね？ウェイン・リーがいるぞ、多分。ウェイン・リーが、仮眠室に。仮眠室どこ？ん？あ、仮眠室こっちか？うん。ここっぽいな、仮眠室。ウェイン・リー、おい、出てこい、ウェイン・リー。ウェイン・リー？トイレと、レストランかな？まあ、ちょっとトイレ行きたいっすね。シャワー浴びたいんで。わー、段ボールがすごいことになってる。これぐらいさ、どけりゃいいのにさ、なんでもう通行止め扱いになっちゃうんだよ。どけりゃいいじゃない。まあ、ただ G ウイルスあるってことは、B さんも、そら、いますよね。もう一匹いる？ゾンビ。よいしょ。バランスの取れたメニューをご提供します。健康的で美味しい食事をお楽しみください。ご飯食べたい俺。あ、なんだ、手榴弾、いいね。いただきます。あとハンドガンの弾か。ハンドガンじゃねえんだよな。というか俺はマガジンが欲しい。いつになったらマガジン使えるようになるんだ。ん？あ、ゾンビいるわ。これでも職員たちだよね、多分もともと。優秀な人材だったはずなのに、ゾンビ落ちとは悲しいね。あ、ガンパウダーと、燃料。やばい、天丼マンみたいになっちゃう。これ燃料はさすがに火炎放射器。よいしょ、と、あと、ガンパウダーこっちか。あ、いや奥か、ガンパウダー。次は何？まったく優秀な職員たちでしょ君たちは。これ食堂から上行けそうなんだけど、ちょっと厨房一回行ってみよう。厨房。え？
開かねえじゃねえかここ。ふざけんな。じゃあこの厨房のガンパウダーまだ取れねえんだ。あ、というより火炎放射器のリロードができるんじゃない。よっしゃ、燃料入れて、これで完璧パーフェクトパーフェクトだ。あ、ここ塞がれてんのか。こいつ強えな。ゾンビってさ、ハンドガンじゃ全然太刀打ちできないね。よし、2階行こうか。ネストエリア、食堂の2階。うん、2階というよりは、なるほど、排気口みたいなのを通って隣に行けるわけね。はい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 、了解いたしましたよ。これさ、この食堂の中にゲスト用だけじゃない職員用のキーあったりするんじゃね。これか、全然違う。ナイフいっぱい、ナイフがいっぱいだな。弾丸よりナイフがいっぱいあるから、これさ、ナイフ使いながらゾンビ倒した方が。おお、びっくらこいたぜ。本当に1年分のびっくりを全部発散しました、ここで。頼むぜよ。あ、すいません、そのナイフ返してもらっていいですか。そのナイフ返せお前バカ野郎。まったくもう往生際が悪いぞ。あれ、ナイフ返ってこなくなっちゃった。あー、もう普通に使用期限かこれ。なんだ、先進めんのか。あ、仮眠室、ウェンリーがいるんじゃない。なんだっけ、ウェンリーだっけ、ウェインリーだっけ、なんかロックリーの親戚みたいなやついたよな、仮眠室で。わあ、あなたですか、その左手を出している。あなたがウェインリー、改めロックリーですか。リーでした。それちょっと日村のモノマネが出てきちゃう。大変な時助けてくれたのは家族でも友人でもありません。そう、リーでした。で、ここ何があるんだ。ロッカー、ロッカーからゾンビドン。あ、ゾンビじゃない。お、レギュレーター。あ、なんだそれ。レギュレーターってなんだ。化学燃料火炎放射器専用の強化パーツ。放射時間を大幅に伸ばすだって。おいおいおい、それは頼むぜ。これで放射時間が圧倒的に伸びたわけだ。ウェンリー、元気かい。ほう、そっか、職員がいたもんね。こいつは使えそうだね。これさ、そうだね、これで組み合わせてリストタグ一般職員用のになったと。ありがてー。これでいろいろ出入りできるな。ちょっとあの鍵はわかんないから一旦ほっとこう。これ激烈にありがた迷惑ってやつ。いや、ごめん、迷惑じゃねえわ、ありがたさの極み。なになになに、おはようおはよう。君たちにもう用はないよ。俺倒しといた方がいいのかな。あとあとこっち来ることになるし。まったく、確かに一般職員に見えるね、普通に。南無阿弥陀仏、南無法蓮月経。すまないね、俺は先に進む。 G ウイルスを、そう、エイダと約束したんだ、俺の愛人エイダとね。 B 研究員、カートライト部長がお呼びです。イーストエリアへお越しください。カートライト、なんだその名前、変な名前つけられたな親から。カートライト、この先、この先っぽいよね。うん、イーストエリアへお越しください。どうも、カートライトです。あ、じゃあカートライトは呼んでるのか俺のこと。ただアネットってさ、カートライトって名前だったっけ。違うよね、アネットは。なんだ、ん、特殊部隊員のレコーダー。アルファチームからゴーストへ、対象がウエストエリアへ移動。 G サンプルと抗ウイルス剤を回収する模様。ゴースト、了解した。ポイント W3 で待機する。そっちも向かってくれ。了解。これ音声データか。こちらアルファ、目標地点に到達。了解、そのまま待機せよ。アルファ、対象が現れた。保管庫を開けるぞ。分かった、合図を待つ。 G ウイルスを確認、突入する。バーキン博士、我々と来てもらいたい。バーキンがアネット・バーキンだよね。よし、
じゃあ特殊部隊はそこまでは行ったんだ。だけどやられちまったってことね。まったく何してんだドジッコちゃんだな。俺がお前らのケツ拭いてやるから待っとけよ。さあ行こうぞヒロー。あーまあ気にしてなかったけどヒロー。東京ドーム何個分これ。東京ドーム 0.8 個分ぐらいはあるかな。え、なんで？アクセスデニード。なんでよ。リーですよ、私。リーでした。そんな私は、リーでした、なのに。あ、ウエストエリアにいるっつってたっけ？じゃあウエストエリア行くか。え、ウエストってこっちで合ってる？上級職員権限が必要です。あ？リストタグをアップグレードする必要があるのか。一般職員じゃダメと。ほな、一旦イーストエリアしか行けないっちゅうわけね。わかったわかった。ウエストエリアは、上級職員じゃないといけないんだ。でもよ、さっきよ、あそこのアナウンスでさ、リーさん、なんかカートライトが呼んでるから、ウエストエリア行けって言われたのに、権限足りねえって言われた。ふざけんなよ。てか職員誰もいなくね？やっぱ G ウイルスでやられちまったのかな？みんな。これ何？これなんだ？バスケのシュート練か？バスケのシュート練して、入った球が勝手に自分の元に戻ってくるような板みたいな。スラムダンクで見たぞ俺。小暮くんがあれ使って必死にスリーポイント練習してるシーン。感動のシーンね。あ！こんなところに観葉植物飾ってちゃダメだって。あ！セーブポイントもある。で？ガンパウもあるね。ガンパウも。あ、さっき拾ったガンパウだ。台なんだ。でっけえ、でっけえ。ちょっとじゃあ、今回はここら辺で終わりにしますかね。次回また、このアンブレラコーポレーションを探索していこうか。ゆっくり。